はい、こんにちは、ドゥです、えー。今日はですね、まあ、バスケワールドカップが今開催中で、まあ、日本は残念ながら、1次リーグ1勝2敗で、まあ、順位決定戦に行くということになってしまったんですけど、もうね、フィンランド戦がすごかったですよね。ちょっとこの、バスケ、 系の試合見てない方あとスラムダンク知らない方からすると,ちょっと全然わかんない話になっちゃうかもしれないですけどもうね漫画を超えてましたね本当あのサッカーワールドカップのこうねあの去年のやつもある意味キャプテン翼を超えた感じがありましたけど今回はもう本当スラムダンクでしたよねその バスケは詳しくない方からすると、もう1勝2敗で負けちゃったんでしょってなっちゃう気持ちはわかるんですけど、これね、バスケの世界において、日本が世界に勝つっていうのがハードルがいかに高いかって話なんですよね、まあ。ただでもその、サッカーですらこう、体格に負ける欧州勢にみたいな言葉がよく使われるにもかかわらず、バスケってもどうしても身長がものを言うスポーツですからね、その中でやっぱり身長が比較的低い、平均市場が低い日本人が、 世界で勝つっていう、まあ、特にそのヨーロッパ勢に勝つっていうのが、まあ、世界選手権の勝利が、実は日本代表2006年大会、これも自国開催のパナマ戦以来らしいですから、2006年ですからね、17年ぶりとかですかしかもヨーロッパ勢は、ここのところ過去11戦全敗らしいですからね。 その、なんか一番強いヨーロッパの国とかじゃなくて、ヨーロッパのどことやっても11戦負けしたのがついに今回フィンランドが勝てたって。で、フィンランドも、なんか、ね、フィンランドって言うとなんかこうね、あんまり強くなさそうなイメージあるかもしれないですけど、あの、世界ランキングだと全然日本より上ですからね。もう北欧とかね、もう、一応めちゃめちゃ長いですからね、基本ね。はい。で、今回の試合は本当あの、 まあ何がスラムダンクって、もうその、18点差までいってるんですよね、サードクォーターで。いや、18点差っつったら、普通ね、バスケでもう負けですよ。もうその負けですよって僕はなんか偉そうに言う話なんですけど、まあ、僕、ちょっと本当は恥ずかしいんですけど、ちょっと日曜日の,そのフィンランド戦で、やっぱちょっとドイツ戦の負け方が広かっまあ広かったって、ドイツ戦がちょっとやっぱ完敗だったんで、フィンランド戦もなんとなくちょっとこう流れ的に悪かったんで、実はちょっと、 妻がですね、あの、録画したタイガーが見たいんだけどって言われたんです、あの、チャンネル争奪戦に負けまして <laughs>、一1時間実は途中で、ね、見れてないんですよね。なんとなくちょっと今日負けちゃうのかなと思って、負けるの見たくないなと思って、ちょっと実は、言うのもあってちょっと見てなかったんですけど、ほんとすいません。もうだから、4クォーターからとかなんですよね、もう1回見出したの。そしたらすげえことになったんですよね。だからもうサードクォーターで、それこそ富永選手が、 3決めまくって、まあ、18点差を10点差ぐらいまで縮めたんですけど、ね、あれ大きかったですよね。で、4クォーターで、追いついちゃうんですよね。この追いつく時の川村選手の、3ポイント、ノールック、レイアップ、また3ポイントみたいな、この、何それっていう、その、いや、もうこのね、まあ、 あのスラムダンクでいうところのちょっと変なチョコシュート的なやつですけどね、あの,さんの、まあ、敵がやるやつですけど、しかも、3ですからね。もうその、まあ、富永選手の3ポイントももうあの、スラムダンクでいうところの三井っぽかったんですけども、この川村選手もなんか、宮城三井の活躍ですからね、すみません、もうスラムダンク知らない人は何のことだか全然分かんないんですけど、 しかもこの18点差追いついて逆転しちゃうっていうのはやっぱねもう、しかもまあ最終的に10点差つけるっていう,もう意味がわからないホーバス監督をこんな試合体験したことないって言ってますけど、まあスラムダンクなんですよ。まあそのジャパンにはそのリアル桜木花道の赤上げの赤い髪を染めた選手もいるんですけど、何がスラム、今回スラムダンクあったかっていうのはすごいんですけど、僕ね、実はあのゴリの まあ、あの僕はメガネ君とゴリのファンなんですけど、僕はあのスラムダンクの名言集っていうと、その安西先生バスケがやりたいですとか、その諦めたら試合、そこで試合終了でばまあよく上がってくるんですけど、僕はですね、実は赤城の骨が折れてもいい、歩けなくなってもいいってやっと掴んだチャンスなんだって、あのシーンがもう何度読んでも泣けるんですよね。なこれやっぱ年齢的なものなのかもしれないですけど、ちょっとそのこゴリ目線になってしまうっていう。 あれなんですけど、その、今回渡辺裕太がもう試合後にその、体が動かなくなってもいいと思ってやってましたって。もう、こうもこうスラムダンクファンはもう全員が思った思うあのシーン。<laughs> 渡辺裕太はね、どっちかと,いうとキャラ的には、まあ、僕の中ではルカワ枠なんですけど、あ、渡辺裕太がこの日本代表においてはゴリだったんだっていうの、冷静に考えると、この、 今回ね、渡辺竜太選手は、そのオリンピック出場権を取れなかったら日本代表から引退するっていう、こう、タイルを立った発言をされていて、本当にこう、日本代表の精神的支柱なんですよね。まあ、ちょっとこの、あの、スラムダンク的流れだと、この後、あの、怪我で試合出れなくなっちゃう流れなんで、ちょっと心配になったら、無事にあの出れて、オーストラリア戦活躍されてましたから、まあ、ご本人もね、あの、ちゃんと、本当にダメだったらチ、チームドクターからストップがかかるのでっていう、その、 赤木みたいにその、いいからテーピングだみたいな状態じゃないよっていう意味な投稿もされてるんですけど、これをね、このファーストスラムダンクがヒットして、しかも今日までとかですよね、映画の上映が、そのタイミングでリアルタイム、リアルタイム、リアルスラムダンクが見れるっていう。ああ、ちょっと嬉しいっすね。その、ちょっと面白いですけどね、あの、 フェニックス・サンズがですね、あの、ユータが日本の最後のワールドカップゲームで活躍したよっていう投稿をしてね、<laughs> いやいや、最後じゃねえよっていうのを渡辺選手が言い寄りツイートするみたいなくだりもあるんですけど、あとね、その、まあ、ちょっと、スラムダンク文脈からちょっとずれちゃうんですけど、やっぱジョーシュ・ホーキン選手、ソーキンソン選手すごいですよね、やっぱこの、 やっぱあのセンターのあの枠は、やっぱ日本人だとなかなかこのリバウンドも取れて走れてっていう、この身長が高くて走れる選手ってやっぱ日本人はなかなかあの枠難しいんですけど、本当、聞かせていただいてありがとうございますっていうで、知ってます、このホーキンソン選手がね、この日本に来た理由は一郎だっていう。 いいですよね。もう日本人もからすると大好きな、僕、僕が大好きなストーリーですけど、こういうの。シアトルにいて、イチロー選手の活躍を見た結果、まあその日本人というものに興味を持ってくれて、まあその結果、NBA を目指すのではなく、日本に来てくれて、日本のリーグで活躍して、そのまま帰化して日本代表に入ってくれたっていう。そこがリーダーですからね。 今、なんか、リバウンドの数とか、本大会でも、トップみたいな報道を見ましたけど、リバウンドも取りの、点も取りの、みたいな。まあ、彼が真ん中でリバウンド取って、そのセンター張ってくれてるから、周りのスリーポイントが生きるんですよね。みたいなのがちょっと、まあ、僕実は、あの、大、スナムダンクに影響されて大学からバスケを始めたって言ったんちゃって、<laughs> バスケットボールプレイヤーで、その後 NBA にハマって、 バイケル・ジョーダンのビデオとか全部買ってた人間なんですけど、本当失礼ながら、やっぱ日本人にはこういう、この NBA の世界で活躍するのってやっぱ無理なんだろうなって当時思っちゃってた人間で、それがね、こうやって世界大会でちゃんとヨーロッパにこういう試合をできるようになって、ちょっと感無量ですよね、この、まあ、オリンピックがかかった試合が今日、あ なのかな今日、今日と土曜、日曜とかなんで、いや、ちょっとね、歴史塗り替えてほしいですね。もうサッカーもね、今でこそあの予選突破が当たり前みたいな報道されるようになるんですけど、もともとワールドカップで1勝するのは本当大変で、ずっと勝てない時期が続いたりしてましたからね。楽しみです。と <laughs>、はい、いうことで。 ぜひバスケに興味ない人もあの、ぜひ応援していただけたらなと思ったりしております。はい。他にもこんな話してますよっていう方がおられましたら、ぜひコメントやツイートで教えていただけると幸いです。おはれうございます。